安品で有名なエビの、なんていうんですかね、天ぷらいただきたいと思います。こんな感じになってます。いただきます。美味しい。エビの香りがしっかりしていて、あ、中にあのエビが丸々入ってるわけではないんですね。いろいろと見えますかね。こんな感じになって、どっちかというとつくねみたいな感じで入ってます。でもちゃんとエビのですね、尻尾なんていうんですかね、こういうのもちゃんと入ってて、しっかりしたエビの味がします。60元で4つなのでめちゃくちゃ安いと思いました。僕2つ入って60元だと思ってたんですけど、4つ入ってます。安品のお店からでした。お店の名前はここに書いておきます。台南、本当に美味しい食事が多いです。ここは台南の安品っていうところなんですけど、台南の中でも本当に美味しいものが多いなと感じます。幸せです。では台北に帰りたいと思います。それでは。